今回のテーマは今回2022年、千葉ロッテマリーンズ、はい、やってもらわなきゃいけない投手、うん、やってもらいたいのはみんなやってもらいたいけど、はい、特にっていうのは増田の話で前回して、はい、で今回は密かにもうずっと期待してるっていう選手、はい、あの種市ね、種市はエースまであるよって思ってる選手だから、うん、エースは誰なんですか、はい、みたいなんで、はい、僕は種市って思ってるぐらいずっと種市には期待してる。まずはあの種市のもうボールの質、これはやっぱりかなり高い。これはあの見たらちょっとまあ 見れへんけど、皆さんキャッチボールとか本気の球見れないけど、あの子が本当にレベルと、まあ、調子のいい時の球を投げた時はやっぱこれええわと思う。その調子のいい時特に何なんですか？まっすぐ、やっぱまっすぐはやっぱりいいなと思う。たくさんピッチャーもちろん見てきたよ、はい、いろんなピッチャーとのキャッチボールもしたし、ブルペンでも一軍のピッチャーたくさん見てきたけど、種市の球はやっぱちょっと抜けてんの。やっぱりその日本の野球界の中でもあいつのまっすぐは抜けてるし、 それだけでエースとは思ってないんで、うん、それだけでそのエースになれるかって全然違うくて、エースになっていけるっていう要素を彼は持ってると思ってるんで。まずね、たくさんあるんだけど、やっぱりそのチームとして戦う中に、その種市が本当にその試合をちゃんと背負えてる、この自分の任された試合をやっぱり、自分の勝ち星もそうなんだけど、やっぱチームをちゃんと背負えてる、試合を背負えてる、1年間自分の成績がチームの成績になっていくっていう、その責任感は彼は持ってる、うん、自分が勝ち星上げればいいやっていうのも一つの考え方かもしれないけど、エースになっていくってことは自分の価値がチームの貯金になるし、うん、自分が活躍することによってチームが上に行くっていう自覚がないとエースにはなかなかなっていけない。自分の勝ち負けっていうのは別に10勝10敗でもいい、でも10勝10敗でもいいけど、エースと対戦するときはそのエースを食っていかないとチームは上に行けないんで、うん、で自分は10勝10敗でもその、2戦目とか3戦目投げてる、例えば若手が貯金作ってくれたら、それは全体としてチームの貯金になっていくから、自分がそこでどれだけ歯食いしばれるかっていう感覚を持ってるとエースになっていけると思う。エースと言われるピッチャーって本気スタートが、うん、1年間を通して多いかっていうことでもう判断できるんですか？クオリティスタートももちろん重要けど、やっぱり日本の NPB の中でその周りの見方とかファンの見方、チームの同僚の選手じゃあ6回を、まあ、2失点とかで定期的に投げてるピッチャーをエースっていう感覚でいるかってなったら、僕は多分 NPB では違うと思ってるんです。それは海外は海外でそれが一つスターターとしての役割として基準があるけど、どこまで行ってもやはり日本には沢村賞だったり、まあ、関東数だったりっていう、その NPB 独自の、まあ、もしかしたら日本人の野球に対する見方の、うん、中にやっぱ関東とか関風とかっていうものが、指導者もやっぱそこを求めてる部分もあるし、見ているファンもやっぱりエースなんだからっていうものを求めてる。それが完封なのか完投なのか分かんないけど、チームとして最後もあのヘロヘロになるまで投げ切る姿っていうものをエースっていう風な見方をするので、そこはクオリティスタートとエースっていうものがその、うん、まあ、見方としては違うんじゃないかなと思う、うん、評価としては違うかな、まあ、感情的なものっていうのが入ってくるし、うん、だからみんなエースを目指そうって思ってるピッチャーで、各チームの中で、あの6回をきっちり25試合26試合投げていこうという人多分いないと思うね、日本で。なんでアメリカとこんな違うんですか？やっぱりそれは評価の仕方が違うのか、まああそこ中読んで投げていったりするとか、はい、なんかそういうものがやっぱりもともとベースとして違うんじゃないかなと僕は思うんですよね。うん、先発ピッチャーの数を6人揃える日本と、はい、アメリカでは4人ないし5人で回していくっていうのは、もっとそもそもの考え方が多分違うんじゃないかなと思う。日本の野球でドラフトしました、9年間の保有期間があって、まあ、今8年かな FA まで、でやっぱ育てていく中でやっぱ大事に長くうちのチームで活躍してほしいっていう
考え方が一つと、アメリカのように取ってきてこの時期にフル回転で仕事してくれて、まあ言い方はですけど、ダメだったらまた違う取り替えるじゃないけど、そういうその編成の仕方っていうんですか、そういったものが多分違うんで、ベースが多分もう考え方として違う。いいピッチャーが中読んでぐるぐる回るってことも、これも一つ のアイデア。例えば外国人監督が来たチームは中4が入ったり、当時で言えば広島カープにブラウン監督っていうのが来た時は、そこで黒田さんは中4で回っていった。でその後メジャーに行って大活躍もちろんするんだけど、まあ、ボビーが来た時はボビーも来たからアメリカでも中4だから俺も中4かなと思ってたら、全然違って6人で1人24回で回した。それはボビーの考え方、それぞれが考え方として違う。アメリカ人監督だからそうするかと違う、中5になってくるとカレンダー的にはこう落ちていくんですよね。金木水で中6って全部縦にくるんですよね、毎日金曜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 日で、これがやっぱしんどいっていう時ってくるんですよ。毎日土曜日に投げるピッチャーはやっぱしんどいですよ、ずっとデーゲームだし。だからずれた時はやっぱり うまくずらすっていうか、雨とかでずれていくんですよ。でまた金曜日がずれたりするんです。やっぱ天候の問題もあるんで、日本の野球は特に中止になったりするんで、そういう部分では、毎日日曜日ってしんどいし、例えば火曜日だったら毎日火曜日って休み明けだから打てないからとか、なんかいろいろな要素があったりするし、曜日って結構重要なんですけど、体的には、5の方がしんどいわけ。あんまり変わんないです。6と5はあんま変わんないです。6と5はあんまり変わらないけど、6、まあ、練習するのは練習するので1日多く取れるから、とは言いながら中6ってなっても4日目には結構しっかりピッチングしてるんで、はあ、でも試合の次の日ってことはアドレナリン出てる、バキバキになったりするんですか？いや、勝ったら気持ちいいよ。だ結局はそう負けて、そういいピッチングして負けてたら大して投げてないのにめっちゃ疲れるし、多分力むんだろうな、力んでるからやられるのかもしれないし、疲れるし、じゃあ完封したから次の日もうヘラヘラかっつったら、やっぱいい勝ち方したら気持ちいいから、ウキウキしてグラウンド行くしね、だ全然違うそれは。でもそういう疲労感っていうのは、ここの疲労感とか、まあ、頭をいろいろ使いながら投げるから、そういった疲労感っていうのはあるけど、全然違うと思う、ここ。もし負けて、そしたら次の登板まで、どういうメンタルの持っていき方、ああ、でも、どこで切り替えられる？切り替えるのは、その当日には切り替えようって努力はするかな。僕の場合は、日付が変わるまでは考えようと思ってて。デイゲームだったら長くなるけど悩むのはでもナイターだったらもうとにかくそこまで自分の今日のピッチング見て、あの DVD 見て、でこれボールって言われたけど、いや入ってると思ってるけどなと思うシーンも見て、あやっぱボールかとか、自分のイメージでアウトコースいっぱい投げてると思ってるけど、映像よく見たら、あやっぱ入ってるな、中入ってるなって言って、まあそういうなんていうかな、反省はすごいしていく。自分がマウンドから見てた映像、自分がマウンドで打たれたあの瞬間の映像はとビデオを見た時に、あ全然甘かったわとかが分かればいいんです。厳しいとこ行ってやられたらちょっと嫌やなと思うけど、あやっぱ甘かったなとか、そういうところの確認を終わらせて次の日は切り替えて次に向けてやる。ただ先発ピッチャーは1回ノックアウト食らうと1週間でしょ、2回連続食らったら半月だからね、で3回食らったら約1ヶ月間ブルーなんですよ先発ピッチャーって。だからまあある種やっぱきつい部分もある、まあ、もちろんカチカチってきたらもうずっとウキウキしてるから、3連勝4連勝のしたらやっぱ気持ちいいし、月間も見えてくるから、でもやっぱこうやられるのが続くと結構辛い。あーだこうだしてる間に1ヶ月2ヶ月経っていったらもう本当に取り返せないから、やっぱ焦りが出てくるし、なのでやっぱり一回一回しっかりと自分のパフォーマンス出してやっていくっていうことが、やっぱ先発ピッチャーが大事かな。長くそうさっき24試合って言ったけど、やっぱりまずこの1試合、もっと言えばこの1イニング、もっと言えばこのバッターをしっかりアウトを取っていくっていうことの積み重ねなんで、最終的には1年間頑張ろうっていうよりも、まずこういうしっかり自分の球をしっかり投げていこうっていうことに向き合ってやっていく方が結果いい試合になる。
いいピッチング、今日いいピッチングできたっていうのはそこだと思う。谷内ね、ちょっと怪我はしてますよね。怪我してて、はい、今年はあのファームでももう投げてくれると思ってるんですよ、はい、ファームでまずそういう彼が投げる姿が、はい、試合で見れたら1イニングでもいいんで、あの僕は嬉しいんで、あのローテーションに入るっていうのには今年はあのなかなか難しいと思うんで、うん、彼に関しては1年間ローテーションというのは、なので、まあ、少し遅れたとしてもあの彼が投げ出せば僕はもうあの彼はそれぐらいの要素持ってると思ってるんで、あのしっかりと元気な姿でまず戻ってくる、うん、そこが一番かなと思う。